おはようございます。おはようございます。以前地理講座やりましたね。いつか、まあ、あれは結構基本的なことを教えてもらったと思うんですけど、はい、新種の地理があるってことで。そうですね、あります。ミノからマンサニージャ、モンティリアード、ポロロソ、パロポルタド、ウェルクリーム、ミディアム、クリーム、モスカテル、ペドロヒメネス、10種類全部やったよね。君はシェリーについて知っているのか。ってことで一通り飲んだと。飲んだところで、実はシェリーも VOS と VORS があったりとか、熟成者シェリーだね、あとアニャダって言って単一都市のシェリーがあったりとか、その中でちょっと今回入荷したんで、あの円玉、ちなみにこれ街違うんですよ。フィノ2種類とマンサニージャ、主要都市3つだよね、の場所違いなんですよ。その場所分かりますか？サン・ルカール・デ・バロメダ、おう、ヘレス・デ・ラ・フロンテラ、おう、見える？裏書いてある。いや、見えないです、見えない。エルプエルトって何でしたっけ？エルプエルト・デ・サンタ・マリア。おお。え、合ってます？合ってる。エルプエルト・サンタ・マリア。さすがですね。シェリー飲まないくせに。クロスさんの真似しなくていいですよ。ちなみに、こうルスタグスね、ここ最近出てる円玉。で、これが2021年のものなので、2年前の円玉ですね。色は全部同じ。そう、全部フィンドとマンサニージャなんで、いわゆるクリアなタイプのシェリーですね。熟成した白ワイン、どこだろうな、この味。はい、質問です。はい、特徴としては普通のシェリーとどう違うんですか？ロッカー、冷却処理、何かこう足したりとか味の調整とかをしてないやつが円玉って言われてて、ただどうしてもやっぱ樽の中には不純物とかあるから、それはある程度フィルタリングするから、ほぼ無ろ過無調整、樽出し生シェリーみたいなものが円玉だね。で、通常シェリーは瓶熟しないって言われてて、ほぼ無ろ過無調整の円玉は酵母的な成分があるから瓶熟するって言われてる。だからこう2021年だから熟成感あるんですよ。飲み比べると本当に全然違くて。これ結構味濃くないですか？うん、でもプエルトの方がね、濃いんよ。あのね、俺前から言ってんだけど、ヘレスはブルゴーニュでも。ブルゴーニュって何ですか？フランスの二大産地ですよ。まあ、ボルドーとブルゴーニュでしょ。右下の方にある地方ですけど、まあ、ピノノワールとかがね、有名なとこですね。そこのね、シャルドネ、モンラッシュとかすごい有名だけど、そっち系のタイプなんだけど、プエルトはね、あのムルソーみたいに焦げ感があるんですよ。ムルソーって何ですか？同じブルゴーニュの白ワインだけど、樽熟しているブルゴーニュのシャルドネはバニラ香とかそういうのが強いんだけど、プエルトに例えたムルソーの方はね、焦げ感がちょっとあるんですよ、同じシャルドネでも。なんていうのが、まあ、その円玉です。で、通常のフィノマンサニージャは大体みんな冷蔵庫でしまうから6度、7度、8度ぐらいが適温って言われてんだけど、この円玉ももうちょい高くても大丈夫、10度とか11度ぐらい。それは高い方がいいんですか？いいというか、キレとかそういうんじゃなくて、風味をね、感じてもらいたいから、ちょっと温度上げた方が美味しい。円玉じゃないシェリーは冷やした方が美味しいんですか？冷やした方が美味しい、冷蔵庫ぐらいの。で、ちなみにどこだっけかな、どっかあるんですよ、フィルタリングしてないから円玉みたいなもんだみたいなのがあったんだよ。樽から飲むのとボトルから飲むのはうちは一緒だから、ボデが行ってもボトルからすごいっつって。樽から飲むと冷蔵されてないんじゃないですか？あ、でもボデがって結構ひんやりしてる。冷蔵庫ほどじゃないですよ。まあほどじゃない。やっぱ結局はクロールをちゃんと活かせなくちゃいけないから、その適温の温度になる。それは何度ですか？知らん。あ、でも見たな、見た見た、うわ、何度だったっけかな。でもすごいひんやりしてる。冷やしすぎてもあったかすぎても良くなくて、春先のフィノと夏秋ぐらいの出荷のフィノは同じボデガでも味が違うって言われてる。うめえな、久々飲んだ。でもちなみに抜栓してからはなる早で飲んだ方がいい。価格ってどんな感じなんですか？500ミリで多分3000円前後じゃん。
普通のシェリーに比べたら、普通のシェリーと仮にどっこいだとしても分量が違うから割高い、500ml。コニャックとブランデーって何が違うんですか？一緒です。スパークリングワインとシャンパン何が違うんですかぐらいな感覚です。物のルールとか何やかんや違うけどね、畑のクラスとかいろいろあるけど。サルーン。うわ、非常に飲みやすいリンゴの味がします。オホーツク海を飛び交う白鳥のよう、ララライナマンダ。シェリー行くって怒られるんだろうな。生はほぼ無濾過無調整、通常のフィンのマンセンよりかはちょっと温度を上げても美味しく飲めるっていうことと、開封後はなるべく早めに飲むと便熟しないと言われてるシェリーだけども、エンダマに関しては熟成するというぐらいかな。要点で言うと、先生質問です。はい。これはテストに出ますか？これはテストにあんまり出ません。ベネシアドル試験にエンダマの説明をしなさいは多分出ないんじゃないかな。じゃあいいや、覚えろよ。